皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。今日はですね、私事なんですけれども誕生日なんですよいくつになるかと言いますと、早生まれの復帰っ子なので勘定をすると42歳になるわけなんですが、まあ本当にいろんな方に支えられて今日があるんだなと感謝の気持ちでいっぱいです。家族やそれから友達や仕事仲間、いろんな人たちのおかげで今日を迎えることができたなと、とっても嬉しい気持ちでいっぱいなんですけども、一つだけとっても残念なことがありまして、去年41歳の誕生日にですね、うちの主人がバカボンのパパの歌を歌ってくれたんですね。バカボンのパパって41歳っていう設定らしいんですよ。それでその歌を歌ってくれたんですけれども、バカボンのパパと同い年の1年が終わって1歳年上になってしまうと、それだけがとっても残念なんですけれども、今年もまた頑張っていきたいと思います。さあ、沖縄羅針盤5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は参議院議員の糸数恵子さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。糸数さんは1947年読谷生まれ、高校卒業後沖縄バスでバスガイドを長年務められ、常に平和の視点と沖縄独自の自然や文化にスポットを当てて沖縄を伝え続け、平和バスガイドの先駆けとなります。その後専門学校の講師や大学の非常勤講師を務められた後、1992年沖縄県議会議員に初当選、2004年には平和の1議席を訴えて参議院選挙に立候補し初当選を果たします。昨年からの沖縄を取り巻く政治情勢を振り返りながら、沖縄に新たな軍事基地を作らせないという訴えを海外で展開してこられているとのこと、そのあたりを中心に伺っているようです。それではどうぞ。2014年というのが沖縄の政治決戦だとおっしゃられて、その糸数さん勢力の、はい、からの政治の展開のことをお話しいただいた、その通りでしたね。そうですね、やっぱり信じて行動すれば実現するという、うん、結果になりましたね、うん、大変嬉しく思いました。そういう、まさに、はい、全ての、その政治決戦で糸数さんが応援したところが勝つという状況が起きたわけですよね。そうですね、はい、まあ、大きいところでは、うん、そうじゃないところもいくつかありましたけれども、うん、まあ、それでも目指すところはきちんと勝利をしたという意味では大変嬉しかったし、ただ課題もやっぱりいっぱい突きつけられているということですね、うん、一つやっぱり私なりに意地悪な質問をしなくちゃいけなくて、はい、どうぞ。尾長武史さんという、まあ、数年前まではまさに相手側の一番 の、はい、その強力ライバルだった方を担いだと。そうですね、いうことにおいては、はい、やはり沖縄の県民同士お互いに争っていてはどこが一番喜ぶのかなと考えたら、県民は政党的に逆な立場に立っていても敵ではないんだなっていうのをつくづく今度の尾長知事誕生で感じましたし、うん、もっと早くからそうなるべきだったなという、逆にそういう思いでいっぱいです。何も意地悪な質問でありませんよ。沖縄から一石を投じる活動を恵子さんなさってるわけね。で、去年も宣言なさってた。そうです。これは世界に向かって世論に訴えていくんだということをおっしゃってた、うんうんうん、そうです。もうそれはこの間の私が、まあ、そうですね、去年いわゆる名護市長選挙が終わってすぐ訪米しました。アメリカに行って間違った沖縄の県民の声を日本政府や当時の中山知事が伝えているので違いますよということをね、名護市長選挙勝ちましたということを言って、その後で8月は先住民族会議がスイスのジュネーブでありましたので、うちなんちのその人権を含めたマイノリティのことを世界の同じ先住民族の皆さんに訴えて、その後9月に国連の中でニューヨークで
訴えてきたこともあれはね、うん、インパクトあったんですよ、はい、糸川さん映像に訴えられたからね、紅型を着て登場なさったわけでしょ。そうですね、流走していきましたけど、ご自分のアイデアだった。あ、そうですそうです、やっぱり沖縄琉球というのを、うん、本当に短時間で目に訴えるっていうのはもう流走していくしかないというふうに思いましたので、あれ全部自分で本当に5分10分という、うんうん、そのね、もう早変わりというか、うん、沖縄は新たな基地建設については容認してはいないんだということをそこで訴えられた、うん、そうです。その基地が建設されていることが どういう意味を持ってくるんだと、うん、それはその環境の問題や、その命に関わる問題なんだということを訴えられておられましたね。これは、ね、うん、これはね、沖縄戦でやっぱり県民の4人に1人が亡くなったという、そういう戦いを、ね、経験したところから、私たちはこの尾長知事も誕生、それからその前の名護市長が誕生ということは、沖縄は戦いに使われる新しい基地はいりませんよっていう思いがそこにあるんですけど、まあ、憲法9条というのも平和憲法で、まあ、その太平洋戦争を経験した日本の国からやっぱり何としてもこう武器を持たずに戦争せずにっていう、その平和憲法を作ったわけですよ。でこれは世界の人とつながるという意味では戦わないという、つまり戦争をしないと、命を大事にするということが、このマイノリティであっても日本の国の中で県民の意思としてちゃんと私たちは自己決定をしたいんだということを訴えるために、ハワイにも、あ、ごめんなさい、アメリカにも、そうそう、ニューヨーク行って、ジュネーブ行ってニューヨーク行ってきたんですよ。国連の場で訴えると、国連の場でたった3分間でしたけど、うん、訴えることができて、そこに共感する同じその先住民の方々がね、やっぱりたくさんいて、私がその話を終わった途端にわーって私の周辺にたくさんの方々が集まって、まあ服装が流装だったということもとてもインパクトがあったと思うんですけど、訴えたことに対してもちゃんと皆さんが反応していただいたっていうことでした。訴えたことというのは、うん、その命ということをおっしゃいましたね。その基地に反対という、このなんていうかな、大見出しのことの、その根底のところにそのことを訴える、僕はそこにすごく意味があったと思ってるんだけども、そうです、それがやっぱり平和憲法で守られるはずの国なんですよね。ところが平和憲法があって祖国復帰したにもかかわらず私たちは無視されている先住民、まあ、この小さな地域の小さな県民、少ない県民という日本全体から考えたら本当にマイノリティですけど、でも人は生きてるし、昔は琉球王国として成り立っていた時代があったと。でもこれ日本から併合された、こういう歴史を持っている中での私たちの叫びをやっぱり共有したいという思いがあったので、もう世界に広げていきたいということで、スイスにもニューヨークにも行ったんです。共感した方々がアジアの方々が特に多かったんですね。で、日本という民主主義国家の中で、一地域の中で民主主義という仕組みの中で意思表示は、うん、まあ、これ誰もが認めるでしょう、意思は示したと、このテーマでの意思は示したと、うん、ということを受けたところでの訴えで、どうでしたか反応は。どう感じ、そのお隣の中国とね、今尖閣の問題でいろいろ言ってますけど、やっぱり琉球はもともと琉球王国として、お隣の中国ともで、今はまあ韓国というふうに言われてますけど、いわゆる朝鮮とも、今南北分断されてますが、朝鮮とも王国としてのお付き合いがずっとあったわけですよ。だから仲良くしてきていた。どうしてこういうふうに仲良くしていたところをね、日本政府はあえて波風を立たせて、やっぱり尖閣の問題、竹島の問題ってこう出してきてね、こう争っていくのか。むしろアジアともっともっと仲良くしていくべき時期でしょ。だからそういうことができないのであれば、やっぱり世界のいろんな国々の方々とつながって、みんな仲良くしましょうということを、ある意味国連の場所でこう人権という視点で訴えていくということでは、中国の方がものすごく関心を持ってきて、200年ね、ずっとこう付き合いをしている琉球と、あるいはその朝鮮と一緒になって頑張っていこうねということを、本当に国連 その先住民族会議の中で、私の肩を持つと変ですけど、これだけ沖縄から来てる人が訴えてるのにね、耳を貸さない日本政府って何ですかって、お隣の中国からその委員の方がね、はっきり日本政府におかしいですよって、あなた方なぜ沖縄の人たちの、琉球の人たちのこの思いを認めないのか、おかしいって、
歴史を遡っていけばね、私は中国とはすごく近い関係なんだよっておっしゃっていただいて、政府はとても困ったと思いますよ、その件は。そこでね、あの、糸川さん、まあ、日本の国会で議席を置いておられる糸川さんに、こういう質問来ると思いますよ、じゃあそういう日本じゃなくて中国やあの朝鮮やあるいは独立がするようなことを目指すの、糸川さんという質問が来るはずですが、それは私はあのいずれはそういう方向に向かっていってもいいかもしれませんが、今はその熟度、はい、熟度として選択肢としてはありですね。あのまだそこまで成熟してないと思います。スコットランドみたいにちゃんと歴史の中でね、そういう運動をずっとして積み重ねてきた結果ああいう状況に行くというのはそれは当たり前ですけど、今ねやっぱり質問の中にあったように選択肢としてありですかっていうとありですね、なぜかというとあまりにもその民意を尊重しない今の政府の対応の仕方に対しては県民の怒りというのはもうここまで来ると独立しかないのかなと思わざるを得ないんですよ。なぜ私がそんなことを言うかというと、やっぱりあの1972年に沖縄が祖国復帰をしたと、それはなぜかというとアメリカの植民地として県民の人権があまりにも無視される事件や事故が発生して、これおかしいと、やっぱり平和憲法のもとに私たちが復帰をすればひょっとしたらその憲法のもとに人権は守られるかもしれないという、そういう思いを描いて復帰したんですね。でも復帰した日本の国はうちのアンチの人権どころか沖縄を切り刻んで、復帰と同時にアメリカにいつまでもずっと使い続けていいですよ基地としてっていうふうに売り渡していった。そこがどんどん復帰した後もこうやって基地を押し付けられていくというその実態の中では、やっぱり平和憲法9条もさることながら、それから憲法21条24条、あの沖縄の人たちのこの憲法の中にあるどんな場所に生まれてもね、生まれた場所によって人権をね差別されない侵害されないっていう、そういう憲法の中で保障されたことをまるで無視されているので、そのことは中国の方はしっかり訴えてましたよ、そうやっているその琉球沖縄人のことを聞かない日本の国って何ですかって、まあ、こういう状況が続いていけば、あのそういう世論がそこまで沸騰するかもしれないという意味においての選択肢ですよね。そうです、そうです。日本としての改めるべきは改めてもらう状況を作っていくというのが基本の線ですよね。そうです、そうです。今の選択肢は僕、私はすごくあの意味があるものとすれば、尾長さんが日本政府と対峙していく上においてカードのとしてあるというのは、いや本当にそんな心配まであの多くの県民がするということまであるんであれば、一つ の, あのカードになるとは思っているんです。これはもう大きなカードですよ。琉米修好条約、はい、それから琉仏、その視点ですよね、条約ね、はい、うん、ね、今カードというかね、そうですよ、抜かなきゃいけないかもしれんというのはすごく、うん、それはもうその時期が来ればもう抜きましょうと、県民みんなで立ち上がりましょうという時期が来るかもしれないと思ってますよ。あのそこまでですね、県民を無視して沖縄の県民の民意を無視するような国であれば、菅官房長官は法治国家なんて言ってますけれどもきちんとした民意をね、選挙という形で表しても無視して、そして私が命っていうふうに申し上げたのは、やっぱり基地は命を阻害する要因なんですよ、戦争につながるから。糸川さんの政治スタイルは、あのその沖縄にとっての平和の一議席と、そうですね、沖縄からの声を持って東京におられて、しかしあの美しくエレガントに振る舞ってほしいというふうに思っている県民が多いと思うんですが、もう世界中の人とつながっていくというのがとても大事かなと思いますね、まあ、そういう意味ではやっぱり国会議員ってとても大事で、まあ、ちょっと今日は時間がないんですけど、先だってハワイ行った時にもハワイの多くのうちのアンチュが応援してくださって、またつながっていった人たちが、そういう方々ともやっぱりルーツを大事にしたいっていううちのアンチュがハワイからいらっしゃるということは、まあ、そういう人たちもやっぱり戦争のつながりの中でうんと苦労して、そしてまた沖縄のために頑張ってきた方々が生の声を聞かせていただいたんですよ、あの本当に沖縄のために私たち何ができますかって。ですからこれからも世界にいるウチナンチュの皆さんと、あるいはそのウチナンチュ以外の世界の平和を愛する人とつながりながら、
あの国会の活動もちゃんとやっていきたいなと思っています。今年も世界 を飛び回るわけですね、これから。そうです、はい、あの国連に行ったりいろんな国の方々とつながったり、あの顔肌の色が違っても育った場所が違っても平和に対する思いはみんな一緒だなと世界中回って感じますよ。そういう意味で沖縄の立ち位置とっても大事に感じています。世界の皆さんに向けて、まあ、自国の立場、自分たちの声を届けるっていうのはね、あのとっても大変なことだと思います。それぞれね、あの糸数さんもおっしゃってましたけれども、肌の色が違うとかいろんなこう立場の違いもあると思います。でも平和に対するこう思いは一緒なんだっていうのはとっても重い一言だなというふうに思いますね。糸数さんのあの流走姿、本当にインパクトがありましたね。私たちはいろんな方法で沖縄の声を届けることができると思うんですね。拳を振り上げるのも一つの方法かもしれません。あの糸数さんのようにこうしてエレガントに短い時間の中でこうね、あの美しい流走姿で、沖縄の声を届けていくというのも本当に貴重なことだなというふうに思います。でもあの島田さんはですね、糸数さんとのお話を終えて、沖縄の独立も選択肢とはっきりはっきり言い切っておられることは大変驚いたと。でもそのぐらい現状に危機感を持って政治に向き合っているということと理解したということでした。まあ、あの平和の一議席、沖縄の声をこれからも東京に、そして世界に届けてほしいなというふうに思いました。今週のコーラルラウンジは参議院議員の糸数恵子さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、この後7時からパレット市民劇場で上演されます舞台、新作うちなあ芝居海散る物語のご案内ですよ。現代と琉球王国を行ったり来たりするっていう物語なんですけれども、時は昭景王の時代、海散るさんがですね、美しい蝶々を追っているうちに現代へタイムスリップしてしまったというお話なんですけれども、そこで組踊りも、それから西洋のオペラも愛する声楽家と運命の出会いをするというお話なんですよね。舞台となる場所は琉球王国の城下町ということで、そこでその海散るさんと、妹のマナビーさんと、それからお父さんたちと、まあその周りの人々と、現代からやってきた、主人公を、ね、大歓迎しながら物語が展開するわけなんですけれども、あのこれはですね、昨年ですね、国立劇場の、ショーホールで上演しました海散るがやってきたという作品があったんですけれども、この作品の続編となります。で、あのうちなあ口が登場するんですけれども、これは全部通訳が入るということで、物語の中で日本語に通訳が入るということなので、うちなあ口がわからない方でも安心してお楽しみいただけると。で、いろんなところに、まあ楽しい音楽が入るんですけれども、これはその沖縄のメロディーであったり、それからまああのね、西洋のオペラも愛する、主人公ですから、さあどんな風になるのかということで、今回のお芝居用に作曲をした、曲もあるということですので、音楽も一緒に合わせてお楽しみいただけると思います。この後今日7時からの、上演ということで、会場は30分前の6時半、パレット市民劇場で行われます。ぜひ皆さん、お時間のある方は新作うちなあ芝居海散る物語ご覧ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄、もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみください。それから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報を発信中ですので、お時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。